浅草岳の火山対地系図浅草岳は、越後山脈に位置し、新潟県魚沼市、福島県南藍津郡群見町にまたがる、第四期火山である。標高1585.5メートル。一等三角点、浅草岳設置。越後三山見山国定公園に属する。地質は、玄武岩、安山岩からなる、清掃火山である。 噴火活動時期がおよそ170万年前から150万年前と相当古いため、侵食が進み加工は確認されない。特に、福島県側である南東面は南西側に続く鬼が面山とともに、なだれによる侵食によって典型的な接触地形を形成しており、清掃火山の円錐形の形状が認められる北側、北西側の斜面と非対称な山陽となっている。 衛生法の鬼が面山には巨大な岩壁がある。江戸時代の文化年間に編纂された、新編合図風土記には、四字行きを、大気半山破損も口にと風ろれりノコきり破とうんところあり、峰尖り巨子の軸祖の性を恐れるへし、遠方よりも地名破局的管なりと、採用が記されている。山読は、ブナの原生林が残り、林床には、 日本海側多雪地帯に分布する雪椿が多く見られる。新潟県側の山麓には、新潟県立浅草山麓エコミュージアムや、奥見レクリエーション都市公園浅草岳公園が整備されている。溶岩山、ガモウガ津朝日岳と共に、只見四名山と呼ばれる。北東に三日倉岳、北に八幡、北に八葉岳、北西に須門岳、スモン南に鬼、鬼ヶ 面山、もう岳山、ま、南東に合図朝日岳、丸山学、合図駒ヶ岳が、南東眼下には、田子倉庫が見渡せる。ありがとうございます。